行ってきました。実はなんかイーストとウエストだったら結構ウエストの方が行きがちで、っていうのも、まあこう何度か行ったかと思うんですけども、関係ある交流が深い指導者がいるチームに行きがちみたいなの、なんか自分はたまたまウエストの指導者の方と仲良くさせてもらっていることが多いので、まあ東に住んでるのに西に行きがちだったんですけども、まあ今回行ってきたのが、マリノスユースと桐生第一高校ですね。両方とももちろん取材経歴は、経歴というとな、取材してたこともあり、桐生第一の中村さんなんて、なんか珍しくよくしてもらっている監督で、どっちかというと J ユースに行くことが多いのでね。はい。その桐生第一と、まあ、マリノスユースということで、な結構目的で言うと、もちろんこの桐生第一、久しぶりに見たいなって、どんな感じなのかなっていうチェックもありますが、まあ、マリノスですね、マリノスユースは1年ぶりぐらいかな、去年のクラブユースで見て、中でどれだけ、まあ、進化しているかというか、まあ、目的は、最大の目的はもう明確で、9番の内野航太郎を見に行った。彼は中学3年生の時に初めて見て、スケールの大きさ、やれることの幅の広さ、まあ、あとは、決定的な仕事をしてくれる、苦しい時にチームを救えるゴールを取れるというようなイメージがありましてですね、まあ、彼がもう高校3年生かという感じなんですけど、自分からすると、どれぐらい進化しているのか、どれぐらいそのチームの核となっているのか、どういうぐらいの仕事を果たしてくれるのかっていうのを見に行きたかったというのがありました。で、前期半戦っていうか前期かの対戦、7-0でマリノスが勝ったという、もうこれ圧倒したんでしょうね。おそらくマリノスのサッカートップに近しい下からつないでポジション的な優位を取ってっていう中で、で、まあ、桐生第一はそこでやられたっていう感じだったと思うんですけども、試合前に中村監督も10点取られないようにしますみたいなことを自虐的に言ってたんですが、まあ、これが蓋を開けてみたらですね、桐生第一が良かったというか、ハマったというか、まあ、マリノスはその4-3-3、アンカーを置いてのっていうところで進める中で、桐生第一は4-4-2ですね。だ攻撃の時はちょっと、トップ下の岡村選手、2トップの一角で岡村選手がトップ下に下がってきてなので、まあ、4-5-1でやって、守備の時は4-4-2でいく。で、結構前からはめていく感じでしたね。サイドハーフがサイドバックに行って、2トップ気味になったセンターフォワードが、2枚のセンターバックとゴールキッパーまでにもプレッシャーをかけに行って、で、割とボランチが結構前に出てきてきたっていう印象があります。まあ、それが後で話す得点につながったりしたんですけども、まあ、その桐生第一の前プレーにマリノスがかかってしまった形のクリアを前プレーしている選手が当てて、で、その跳ね返りを諏訪選手が押し込み先制。ただ、なんかもうその直後ですね、マリノスが右からのクロスに、それこそ自分の最大の目的である内野選手がディフェンダーの間に入って見事ヘディングを決め、で、その後も左からのスルーパスに抜き出した内野選手がキーパーとの1対1をかわして決め、もうすぐに逆転。さらには桐生第一のビルドアップを重なった10番の松村選手が、まあ、見事なミドルシュートを突き出して3-1にすると、ああ、これマリノスもっと点入るなって正直思ったんですが、桐生第一は結構、まだね、まあ言ってそこで前半15分、20分経ってないぐらいだったので、そこからまだまだいけると、まだまだやろうよっていうことで、その直後でした。3点目が入ってもう本当間もなかったと思うんですけども、それこそ中盤より前がプレッシングをかけて相手のミスを誘い、それを拾ったボランチの、なんかさっき言ったボランチが前に出ていったっていうところが功を奏した場面でもあったかなと思うんですけども、藤島選手ですねが奪ってキーパーとの1対1を冷静に決めて、で、1点差にして、まだまだ死んでないぞと、いけるぞという雰囲気が出て、桐生第一。で、この3点目、今日のベストゴールはこれだったんじゃないかなって思います。そういうこと、前線では、守備陣には4-4-2の2枚のフォワードの一角として前でプレッシングをかけていた岡村選手が、まあ、攻撃時、さっき1個下がるって言いましたけど、ちょっと低い位置でボールを受けて、左サイドとの選手とワンツーをして、ちょっと誰だかしか見えないとわからないですけど、ワンツーをして中に潜っていって、ちょっと距離あったかな、ワンタッチで前に出して、2タッチ目で、インステップを振り抜いて、見事ミドルシュートをゴールに突き刺し3対3という形でした。まあ、すごいビューティフルゴールでしたね。で、給水タイムに入り、まあ、そこから試合は動かなかったっていう形です。特に後半に関しては、なんかあんまりそれらしいチャンスも得られずというか、まあ、キルダイチはもう前からプレッシング行く体力っていうのがなかったので、もう最後は本当ボックス内を固めて勝ち点1を取りに行くみたいなサッカーをしていたと思います。まあ、マリノスはそこをこじ開けられなかったっていう感じでしたね。大隈監督とも話を聞いたんですけど、ちょっと、グループで崩しに行こうっていうような形になってしまっていて、ボックス内で1人で突破していく、独力でこじ開けていくみたいなプレーが少なかったように見えます。やっぱり最後はそういうところが物を言ってくる中で、10番の松村選手がもう少し入っていけばななんて思った試合でした。で、3対3。まあ、なんか大体前半にめちゃくちゃ点が入る試合って後半そんなに動かないイメージがあるんですけど、その通りになった形ですね。非常に面白かった試合です。桐生第一のね、すごいハードワークが光った。まあ、マリノスはちょっと物足りなさがあったと思いますけども、はい、そんな中でちょっと試合振り返、試合じゃないわ、選手振り返ってみたいなと思うんですけども、まあ、誰から話すか。まあ、マリノスから話してみると、やっぱり10番の松村選手、それこそ内野選手を初めて見たときから、彼は注目していた選手なんですけども、まあ、ゴール前で技術があって、ドリブル、まあ、キック、運ぶとか、収めるとか、そういう攻撃のセンスが高いというようなプレイヤーだったんですけども、まあ、より久々に見てて、本当中3ぶりぐらいにまともに見たかもしれないですね。ドリブル突破の怖さとか、
シュートの威力とか、なんかそれちょっとゴールに直結する力強さみたいなのがついて、3点目も奪ってから、あのパンチ力あるシュートは見事でしたし、後半もね、ゴールキーパーを脅かす無回転シュートを打ったりしていましたけど、まあもっと突破のところでもう少し強気にいってもよかったんじゃないかというふうには思いました。ただまあ10番であれだけ力強くね、ゴールに向かっていけるっていうのも、なかなか見ないタイプだなと、見ない10番だと思うので、ちょっと期待したいと思ってます。大学サッカーに進む中で、ね、大学1年から全然主力でいける、そうした持っているかなと思っています。そして最大の目玉と話した内野選手ですけども、まあさすがだなっていう感じですね。あの、クロスに対してセンターバックの2枚の間に視界に消えて入っていく。で、しっかりボールを合わせるところの動き出しからフィニッシュもそうですし、裏抜けのところ、大きいんですけど、やっぱその機敏性というか、スピードもあって、もたついてないというか、のっそりしていないというか、そういった形で、2点目も奪いましたし、まあゴール前での冷静さ、キーパーかわして左足みたいなところもあって、なんかシュートを本当浮かしたりとかするイメージもなくて、まあボックス内での仕事はしっかりやりきるような感じでしたね。欲を言えば後半、まあ味方を使えるプレーもかなりできて、もう本当たくましさが増していったとは思うんですけども、後半松村選手と同様にちょっと強引に行っても勝つためには良かったのかなと思います。ただ本人としてもね、そういう強引に高校年代ではフィジカルで圧倒できても、プロ行ってから、それが通用するかと言われれば難しい。だから今のうちにその幅を広げるとか、相手ディフェンダーに体を当てないで勝負を決めるとか、そういうところが必要だっていう話は、ね、力を込めて言っていましたので、まあまあそこの力を養っていく、技術を養っていく期間として捉えれば、まあ全然良かったんじゃないかなと思います。変わらず彼のストライカーとしての凄みっていうのは今日もこの日も感じ取れた次第ですと。で、あの43番の白洲選手が唯一スタメンで1年生だったんですけども、左ウィングでしたね。ドリブルの仕掛け、まあ分かりやすい左ウィングでボールを一回収めてから相手と対峙して逆を取る、つくドリブルで中に入っていって、まあ、結構どっちかっていうと内側行ってクロスを上げて内の選手に合わせるみたいなプレーがあったと思うんですけども、いわゆるそのハードワークをしてくる球際で頑張ってくる交代連の選手に対してボールを受けた時に、まあ、飛び込めないような間合いの作り方だったりとか、まあ、強度の高い相手に体をぶつけに行っても、まあ、1年生ですし負けてしまうっていうところがある中で、しっかりその重心をずらして触らないで、触らせないで抜いていくみたいな、そういうところの技術の高さっていうのを感じましたし、まあプレッシャーを感じる中でもしっかりボールを収める技術、メンタルっていうのはすごい光ったかなっていうふうには感じました。まあ1年生ですしね、今回ちょっと代表からは外れてしまったんですけども、まあいつか直せられてもおかしくないかなというような印象です。はい。で、桐生第一の方ですね。まあかなり大野選手が頑張った試合だったと思うんですけども、まあ、後ろですね。終盤猛攻に耐えた、マリノスの猛攻に耐えた5番の中野選手、彼なんですけども、都営横浜大の中野修斗選手、サンフレッチェ広島内定ですね。ただ弟ですね。長身でフィードの質が光って、やっぱりそのビルドアップのところでの、まあ、キリで割と主勢に回りましたけど、後ろから繋ぐっていうところしっかりやっている中で、まあ、彼はそのフィードのところでボールを入れるとか、後ろで組み立てるっていうところはやれていた印象もありますし、今日に関してはね、最後パワーを持って多彩な形で攻めてくる前のサイトをしっかり守りきれたっていうところで、非常にまあ3失点しているので良かったとは言えないかもしれないですけども、まあ、目を引く存在だったってことは間違いないかなとも思いますし、中村監督も高2の時点ではシュートより上だというふうに言っていました。ちなみにそう、今言ったんですけど、2年生のこのセンターバックでこのプレミアの舞台でやれているというのはね、本当非常に彼の成長にとってもいいことだと思うので、はい、まだまだここから伸びていくと思いますし、お兄さんを超えていってほしいななんて思っています。で、中盤のビューティフルゴールを決めた7番の岡村碧選手ですね。彼プレミアで桐生第一が残留争いを繰り広げている中、彼自身はプレミアでも7点8点決めているトップ下の選手ということで、178、180ないぐらいでスラッとしていて結構大きく見えるんですけども、ボール扱いしっかりしているのと、攻撃陣のポジショニング、しっかり相手と相手の間に立って捕まえにくいところに入って、で味方を使って前に出ていく、キックの精度も高くてセットプレーでいい質のボールを蹴れる、その精度の高いキックを持っていることが3点目のミドルにつながったんですけども、トップ下でこんだけサイズがあってキックも蹴れてドリブルで運べて、で、まあ、IQ の高さも示せるみたいな、なかなか見ないこの選手は。あの代表の河野健一さんも仲良くさせてもらってるんですけど、河野さんが、代表を務める石川ガナーズの出身で、ガナーズが結構そういった、戦術面、IQ 面というところを叩き込むチームなんですけども、そこに力強さと、まあ、オンザボールの技術とブレンドしていて、非常に面白い点が取れるトップ下、なんかこういう選手あんまりいないなっていうので面白かったですし、まあ、彼も大学に進学するということでしたけど、大学4年間で、まあ、1年生から結構チャンスをつかめるんじゃないかなと思いますし、4年後には間違いなくプロクラブからの争奪戦が繰り広げられるような
気もしています。非常に印象的でした。あとは、2点目取った藤島選手ですね、ボランチだったんですけども、彼も結構サイズが180ないぐらいで、しっかりと、マリノスの上手い選手、中盤に対して圧力をかけに行って、結構自由にさせていなかったというところがあります。9対1がマリノスを前半やらせなかった理由としては、ボランチのところにボールを渡さなかったというところで、しっかり閉じれていた。門を作らせなかった、開かせなかったっていうのがあると思うんですけども、そこに結構ダブルボランチのハードワークっていうのがあって、藤島選手もそこにしっかり効いている守備に寄与していたっていう感じはありました。で、まあ、2点目ですよね。すごくぐっと前に出ていった中で、あれだけ相手をチェックして、ボールを奪いに行く集中力、神経を研ぎ澄ませてやっている中で、ゴール前に出てきた1回のチャンスをしっかり決めるっていうところも含めて守っているなと、魅力的な選手だなと思いました。石川県のセブンノート出身で、セブンノートね、気になってたんですけど、 OB はパッと出てこなくて、関東でも見たことなかったので、ああ、桐生第一に来るんだなと、そういうところも含めて印象的でした。まあ、こんな感じで3対3だったんですけど、まあ、総じてマリノスとしては、ちょっと不甲斐ない試合だったと、大熊監督も言っておりました。桐生第一はやっぱり、まあ、この試合かなりね、あれだけ得点力あるマリノスに対して、しっかりと自分たち意図を持ってサッカーできて、3点奪って、最後も耐えられたっていうところは、非常に大きな収穫なんじゃないかなと思いますし、やっぱり見に行ってよかったですね。今日も内野幸太郎の凄み、松村康介の成長で、白洲健人という発見がありつつ、桐生第一の、まあ、今話したような3選手は大学に行っても追い続けたいなと思った次第です。またプレミアもこうやって報告していこうと思います。